こんばんは、クニオです。さあ、もう何を喋るか大体分かっているかもしれませんけど、前代未聞、えー、宮本花林、まあ、船木も相撲ですけど、卒業延期ということでございます。まあ、船木に関してはなんと2回目ということで、これが前代未聞なんじゃないかななんて思っておりますけども。ねえ、あの、笑っちゃいけないんですけど、最初、 ああできるんだと思ってちょっと笑っちゃったのあったんですけどこれをじゃあ解説と申しますか、えっと、ババンとこの出来事どういうふうな前振りからどうやって現実暇があり先々どうなるか3ついきましょうえっとねかりもふなきもなんですけどまあ比較的ちょっとちょっと仮ん中心な話になっちゃうかもしれないんだけどやめる後が要はあるということで仮り中心になるって話ねえっと もともとやりたいことが、まあ、DIY 的なこと言ってたじゃないですかそれとソロの活動をしていく要はジュースジュースから分かれて自分のやりたいスタイルを探求していくびに出たい的なことだとだ思ってるんですよそれでこれは過去の流れから言ったらまあ何て言うのかな6月卒業しっかりコンサートとしてコンサートとしてが重要だと思いますけど終えられそれで次の展望っていうところがスケジュール決まってたんだと思います。 でそこが多分できないということになりおそらく工業的な改修というのも含めてだと思うんですけどそこの数字っていうのが計算式にあまりに合わなくなってきてるんだと思いますね。まあ、これはプロですから当然そこというのがいわゆる判断基準というふうになっていたんじゃないのかというふうに思います。3月4月、ね、5月っていうところで ライブハウスもですしリリーベもですしホールコンもですしで全滅なわけですよ、ね、これ金,金額の話だけしてもしょうがないんだけどもそこを宮本かりんほどの卒コンであればまあ巨大ビジネスにしたいわけでだと思いますよだからしれっと時期だけで卒業っていうわけにはいかないしただこれねよく最近アフターコロナウィズコロナなんていう話があるじゃないですか。 僕は後者ののウィズの方が現実的だと思うんですねでそうなっていくともう世界中ですよね国で日本だけの話じゃなくて世界中がエンターテイメントに対してはある種こういう風なルールというかグレーゾーゾンですよもう距離を置いてとか何かしらこのマスクしながら最新のマスクなら OK とかなんかそういうことを言ってかないと何にも年内では多分コンサートそういうものがね 何ににもなない感じになると思うんですよねでここってどうしていけばいいのかっていうふうにしたら指針待ちじゃダメだと思うんで、まあ、僕はもう配信のもう一個先っていうところをガンガン準備しちゃうべきだと思ってますけどね、うん、いや,やっといて損がないからだってあとで使えるもん全部そこでジュースジュース宮本かりんなのかソロ宮本かりんなのかっていうところの最初のページを先にいっちゃった方がいいんじゃないかなってちょっと思いました まあこれはなぜかといったら過去のところから含めてなんですけども宮本かりんがこの時期を選んだことの方に意味があったはずなんでちょっとそこが見えにくいけどもまあ仕事でやってるんだからしゃあねえかなっていうところの落としどころだったのかななんて思ったのがまず一つです。で2つ目現在ってどんな感じなのかってことなんですけども、まあ、さっきのところにつながる当然話です。現在佳林が各ラジオとか、あのいわゆる、 ネット放送的なやつですよねそこでめちゃめちゃキャラぶっ飛んでるんでるすよもう本当にぶっ飛んでるんです昔からそうだったっていう人もいるかもしれないですけど拍車かけてるんで,すよで、まあ、それがかわいいし才能と思ってる感じなんですけどこ,うこれを俺は仮に6月ぐらいまででやってなんつうかマイナーチェンジしてソロ行くようなイメージあんのかななんて思ってた最後のダッシュに見えてたんですね。 <laughs> このかりんでもう1アクセル上げて6月以降やっていかなきゃいけないって言ったら本人そこどうするんだろうなっていうのが今面白いタイミングってことっすようん。なんかあの恋が始まってるみたいなのもそ,そんな面白くないんですけど擦り込まれてるせいで今日出てくるのかかなとかそれ言うのかかなとと思っってて聞いちゃってるところもあるわけですねそこの新技とかそっちの方もうなんかラジオの人って言ったら変ですけど。 なんかいダンバラルルにもそ,そろそろ見放されるタイミングというかそこまでいってる感じが面白いんでもう少しねカリンの延長戦が見えるという意味ではなんかもう160キロぐらい投げたのにまだも次のイニングかってなる時どうなるかが見どころってことでございます。ね、<laughs> これが比較的現在セクションでじゃあ先の話いきましょう未来の話です。これ結構来年以降の話ってところになると思います。 で来年以降のカリンってその僕 DIY ってぶ,ぶっちゃけそんなにどうでもいいんですよ <laughs> もう今やってりゃいいじゃんって話じゃないですか <laughs> それなんですけどあのソロっていうところはめちゃくちゃ興味あるんでソロのところで本人オリジナル曲も作れてるはずなんですねでそのスキル身を見よう見まねでも曲って割と作れるはずなんですよなので本人の世界観であとギターとかいやなんか 去年一昨年ぐらいまでやってて去年全然そのギターのギの字も出てこなかったような印象なんですけどなんかそういうところをどんどん伸ばしてって先ほど言いました新しい形なのかもしれないけどネット配信ぐらいだったらライブでやるよりハードル低いじゃないですかそれ俺やれるタイミングもうバッチリ整ってんなと思ってるんですよ。ねここで言いましょう先ほどあ先ほどで昨日アカペラバージョンとかですよねジュースジュースもそうですしビヨーンズもそうですし今。 ガガツガツでで上げてるじゃないですかであの路線仮に一人でシリーズ化してやらせたら仮にめちゃくちゃ引き出しありますよ。うまいい必要要ないんですよ昨日ののジュースの要はひとそれあれも超余裕で僕昨日の動画で言ったんですけど何の努力もなくやってるっていうふうに言うのは、まあ、もちろんその前までの圧倒的な努力とスキルそれに対して今の現状っていうのがあるからそういうこと言ってるんですけど。 宮かりんの中で今やれる現状ってソロ活動僕来年以降になるはずなんであのちゃんと卒婚やりたいんだったらねこれ1年延長しちゃいんですよ2人とも船木は多分やることないからこの延長は別に何も言いたくないんですよねだってムロの <laughs> 段階で延長できちゃったわけだから今ムロどうしてんのかって話なんだけど。 ここ俺宮本かりん目線で言ったら1年間ソロに対しての準備もできるしそこに対してジュースジュースっていうものでもロスしかけてたジュースジュースの絆っていうところもこう深められるしあとこれ井上でどうするんだって話じゃないですか井上霊をかりんが要は入れ替えで入れるはずだったのにこれ,これおかげさまでこれシンクロできる時期ができたってことですうまいこと言おうとしてないよシンクロできる時期ができたってことですよ。 そうするべきだと僕は思いますでこれによって一番僕嬉しいのは、あの延期で嬉しいんですよ。カリンとレイレイイのマッチングが見えるってことですよ、ね、だからこうなってきたらじゃあどうすればいいのかっていうふうな話なんだけどジュースジュースの体制として8人でやっていくのを基軸にしてるっていうのがおそらくアップルントの考え方なんですけどこれでね9人体制っていうのが出てくるって話なんですよね。 ねえどうするかわかんないですよで今のこのちょうど4月21日の今これ9時ぐらいの時に撮ってんですよなのでこのタイミングで今日今夜まだブログも上げてないから俺それも見てないのさあの船木だけしか見てないからねあの全然宮本かりんは卒業に対して関係ないことしかあげてないっていう意味ですなのでこれからのところで僕かりんなりジュースジュースが選ぶってところ今日明日なんてのは超楽しみだと思いました でここれ明日状況変わってたたらまた撮りまりすこの動画 <laughs> なので即効、まあ、性の方を優先してこの話していますね。で『レイレイ』の立場とかカリンの立場とかジュースジュース他のメンバーの立場っていうところ全部で総合した話で今日はこの話は締めましょう。僕まず『レイレイ』の方っていうのはそれに対してもう別に驚きもないしああそうなんだって受け入れられる感じだと思います。 ただこの4月の3週間ぐらいになりますかジュースジュース加入発表されてからその中である種もうトレーニングであったりこの曲やっていくんだよとかっていうのはもうやり始めてるはずなんでそこへの微調整っていうところはあると思いますね。仮に参加型であるならばね。これはちょっと面白いなと思っててそんな急なものでも対応できるんでレイレイは問題ないでしょってことを一つとあとメンバー全員側ですよね。メンバー全員がどういういうに感じててるかって言っ言たら、 僕はこれのおかげでね金沢智子もう卒業というのはおそらく相当長引くと思う派です26智子見れるんじゃないかとまずここですよねそれで他のメンバーの心理状況的には大きくは変わらないかもしれないんですけどもまあかりも含めてジュースジュースという形は何だったかって言ったらライブハウスツアーだったりのライブっていうことですよねライそののライブハウスっていううがもう ダダッと中止になってましたからそこもう一回やり直せるチャンスが出てきた来年来年にすればねでホールっていうところに関してももう一つジュ,ジュースジュースはホールコンサート本当にいいんで気合の入り方も違ったし演出も全然良かったんでそこっていうのも段階的にライブハウスホールっていうことができるようになったっていうことでメンバーの中でもあこれちゃんとファンと一緒に卒業仮の卒業までいけんなって思ったであろうと思いますあともうその後輩連中もそうだよね ちゃんとライブ重ねていく中で宮本佳林の背中を見て、まあ、タコちゃんとリアイはあの送り出せるってことなのでこれは佳林が延長 OK って言ったんだったら吉報ですよねでそんなメンバーそんな感じだと思いますで佳林自体はどうなのかっていうところなんですけど僕ねこれ佳林がどっちに波二つ考え方があると思ってたんですね一つはとにかく自分の人生っていうところアイドル人生っていうのを本人は短いと思ってる感じだと受け取ったんで そこへのスタートが遅れてしまうなんかわだかまりが残るというかそういう感じなのかもう一つはまあご時世こうですからやっぱりファンに支えられてそしてコンサートありきライブありきでやってきたのがジュースジュース宮本佳林だったんでここ一回もう一回リセットして0から1からみたいに佳林のジュースジュースの最終章ライブハウスホール卒コンみたいにやってくれるってなるともう一枚ぐらいシングルも出るでしょうしね。 これはいい流れ来たなっていうふうに僕は思ってます。まあ、近々ブログの更新であったり、本人からまた改めた言葉なんてあると思うんで、そっちの方を楽しみに待っていきましょう。じゃあ、このセクションはこのセクションでちょっとシリーズ化するかもしれないですけど、ぜひ国のチャンネル登録していただいてお付き合いいただければと思ってます。じゃあ、そんな感じで、ひとまず仮の卒業延長延期。船木もね、なんていうのに、ちょっとよしっていう感じでございました。ではまた会いましょう。